飛ばないですか、はい、あ、風がということで、メンピーチャンネルでございます。はい、黒砂糖を、ぶちまいてます。はい、そうです。黒砂糖みたいに見えますよね。はい、ということで、てっちゃんと長い、長芋じゃねえや、小麦の追肥で、突撃しに来ました。こう期待。ああ、そうなんだ。はい、俺も今日の朝やったよ。あ、マジですか。そうそう、奇遇ですね。奇遇ですね、そうなんです。いや、なんか雨降るっていうから、その前にやろうかなと思ったんですけど。ああ、いや、でも先に小麦、あ、小豆の除草剤やなと思って。ああ、なるほどね、小豆も巻いてそのタイミングっすか。そうっすね。そうかそうか、昨日除草剤振って、うんうんうん、先も追肥したかったんですけど。なるほどなるほど、そうかそうか。とりあえず巻きますか。はいはい。え、これ2、あ、2個か。2個なんだね、1トン、1トン。あー、そうですね、今1トン500入ってますけど。あ、1トン500、あー、そうかそうか、3個入るんだ。3個は入る。さすがやっぱでかいっすね、アマゾーネの。はい、ということで、ZAV2600 2600ってこれ、2600入るってことなの。そうですね。なるほど、でかいっすね、やっぱりね。いやいやいや、動いてるさ、この KCB で、ね、初じゃないですか。あー、そっか、そうっすね、はいはいはい、JCB、 あの突撃の、はい、突撃と隣のトラクターの時のもありますけども、動いてる JCB。 だいぶ小麦の枕とか乗り心地悪いっすよ。なるほど。なかなかあの、アグリファークのあの、立ち乗りぐらいな感じ。早いね、早いね、加速がトラクターの加速じゃないね。普通は、そうですね、乗用車の加速を感じるね。もともとはどっちでも畑作業とかより、はいはい、なんかトレーラーとか引っ張って、はいはい、バッカン運ぶとか、はいはいはい、あとなんかそういう作物の、うん、バンプ、はい、引っ張って歩くとかに向いてるっていう話。なるほどね、畑をで使うというよりは走行がやっぱメインの。そうっすね、はいはいはい、だからタイヤの径ちょっとちっちゃいじゃないですか。まあまあそうね、この傘に、ね、あの見たらね。そうなんですよ、200馬力とかあったら、もっとなんかもっともっとでかい径の。ああ、そうそうだね、履かしてもいいと思うんですけど、あ、それ履かしちゃうとあんまこう、ね、スピード出してもいいね。ああ、なるほどね。そうかそうか、だから敷地とか行ったらこいつは粘らないですよ。なるほど、あ、言ってたよね前ね、そうだそうだ、言ってた、全く持って粘らないです。そうかそうか、すぐはまりますから。ああ、そうかそうか。今はどこの新生の畑行くのかい。そうですね、これから新生巻いて、はいはい、まあ、あと周りの川北の方とか、はいはい、新方とかは大体巻き終わったんで。ああ、そうかそうか、なるほど、今年は無理が多いんで。そうか、何兆ですかちなみに。120兆ぐらいですか。120兆。なるほど、あ、そう考えると半分近くは麦みたいな感じなんだね。そうですね、まあでもそうだよね、その200何十兆をさ、違うもので埋めるっていうのもなかなかやっぱり、これを長芋で回すとかないとおかしいですよ。鈴鹿に冬と春はないね。そうですね、うん、1年中掘ってますよね、うん、そうだね、そうなるとずっとやってるね。そうですね、うん、夏あの草厚い中に長芋掘ってるためになりますよね。そうだね、多分今も春掘りしてるね。まだ春掘りですね。私それを春掘りと言えるのか。そうだね、はい、早いね、今で何50キロぐらい出たの今で。まあ60まではいすごいな。出すか出さないかはあなた次第ってこと。あなた次第。すごいな、やっぱりこれはあれだわ、はい、あの走ってるね、 JCB の方がこれいいわ。なんか、はい、すか、今で51キロ、はいはいはい、まあ、あんま好きですね、はい、ちょっと暴走族が言われるんで、はい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 、はい。まあ、車で言ったら全然適正な速度ですもんね。あ、車検取ってるんでしょ。ね、そうだよね、確かに大丈夫。はいはいはい、おお、これあれ去年
あれ落花生だった。あ、そうです、そうです、畑だよね。あそこに今年も落花生渡ってます。おー、そうなんだ。はい、ということで小麦の畑に来ましたよ。はい、あつってもボタンを下げらんで、はいはいはい、早いってトラクター早いって、水平で何ですか、21キロ、早いって、すごいわ。これぐらいで巻かないと終わんないですもん。早い小麦の追肥が22キロです今ね。まあ、初速連動なんで何キロ出しても大丈夫なんです。ああなるほどね、もうそっちで何キロ落とすよって決めて。あ、そうです、そうです。それでやればもう勝手に後ろで。あ、そうですね、あのスピード上げたら上げた分だけ、はいはい、開いてくれるんで。はいはいはい、なるほどね。いやいやいや、すごいっすねこれ。不思議な感じっすよこれ。あ、そうですか。でもあんまりこうスピード出しすぎると、うん、もう自分のあの速さで、はいはい、あの粒の首変わるんで。おお、限界は20キロですね。あ、そうかそうかそうか、はい、それも出せない。あ、でもちゃんと、そうか、20キロだからやっぱり出てる量がすごいね。そうですね、うん、ドバドバ出てます。ドバドバだね。そうだよね。でもこれぐらい出さないとやっぱり20キロでそのターンね、何キロって、まあね、さあちなみに 何キロって20キロぐらいとしてる。あ、なるほど。刻むね。うーん、まあでもあの場所によってはしまいしくあったりするともうちょっと増やしたりとか。あ、そうかそうか、はい、おー、はいはい、はい、枕を攻めるすごい。ちょっとドリフトしたいドリフトまあそうか、車速連動だからね。いや、すごいね、なんかやっぱり。へぇー、すごい、面白い、これが追肥なんだね。これが追肥なんだね。もう、22キロだと俺の道路走行みたいなもんですよ、これ。ちなみに、散歩するときは何キロぐらいだったの？何キロだろうね。まあ、落とす量にもって違うけど、まあ、7、8キロかな、早くて6キロから8キロぐらいあれだから、あとはね、何キロ落とすかで、うん、まあシャッターと足を変えるんだけど、シャッターが開いたら、まあ、すごく足を上げなきゃいけない、ね、そうですよね。うん、こんなこんなで1枚終わっちゃいますね。はい、いや、これで ここ何丁なんだっけ。これ2丁4段とか。2丁4段がもうものの何分だ、今回して、あそこから回して6分だから、多分もう2、3分ぐらいです、畑に入って。ああ、それぐらいですね。巻いてる時間より入れてる時間の方が長いです。いやー、すごいわこれは、てっちゃん。いやいやいや、いいもの見せてもらったわ。まあ1年3回も巻くんでね、やっぱり。まあそうっすよね。まあこれが今ラストっすよね、3回目のラストですね。はい、3回目の追肥。まあそうか、3回かける120、360兆巻くってなると。そうですね、はい、あ、向こうに剣がつあるんで、ついでに見てきますよ、ね、おー、いいんすか、そんな感じで。いいっす、はいはいはい、ブロッキングになってますよ。いや、最近暖かいから。あ、そう、一気にさ、でかくなったよね。一気にでかくなりましたよね。いや、ほんとそう思うわ。ちょっと前まで、ほんと、シューマイぐらいの大きさだったんですよ。ああ、シューマイ、表現が独特ですね。シューマイっていうのはどういうことですか、それ。まあ、あのシューマイの大きさですね。ああ、はい、すぐあいつら肉まんぐらいの大きさになってますよ、ね、ああ、なるほどね、そういうことね。すごいですよ。はいはいはい、ということでね、はい、ここに一旦降りたいと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、ということでこんな感じですね、前方は JCB ファストラックのトラクターにJZAV2600 の、Amazon でのブロキャスがついております。そしててっちゃんの社員さんの山本くんが肥料を積んできてくれたので、まあこのセットじゃないとやっぱりこのね、面積をこなすのは一回家に帰ってってなって、また入れてって、まあ僕らはねそうやってやってるんですけど、まあ、畑もいろいろありますし、面積もあるんで、ね、そんなことをしていると終わらない、まあ、まあさっき言ったように120兆あるんで、かけさ360兆もね、まあ、いい時期にやろうってなると、やっぱね、この肥
飼料を運んで撒いてと。でかつ散布は20キロで散布するという圧巻でございますね。はいはい、山本くんもねちょいちょい出演していただいてます。あ、いいコンビネーションですね。ススッとすぐにね、はいはいはい、こんな感じで肥料を入れますと。はーい、あー天気いいっすね今日。青空が、青空をバックに、いやこんな感じで飛びますね。トラクターとトラックとこの圧巻の鈴鹿式の追肥、こんな感じ、こうサムネこんな感じでいきましょうか。はい、いやめちゃくちゃいいですよこれ、あったかいしこれいいですね。いいですよ、うん、ついに私も買っちゃいました。ぜひ、はい、ピーチャーでご視聴の皆さん、はい、お買い求めください。はい、お願いします。販売しております、はい、とてもかっこよくてあったかいです。はい、はい、ありがとうございます。はい。